ありますからね、うん、高橋さん、はい、このラウンドカーなんですけどもね、セコンドのレスリーさんが記者にですね、クリスは勝ってるかとしきりにそれを聞いてるんですね。なるほど。あとですね、エヌキがクリンチに出たら間合いを取ってとにかくボディを狙っていけたというシーンでした。弓道、うん、タイトルを防衛しているエヌキ、やってますからね。打たれても引かない。で、常に前に出続ける。そのボクシングをしたいと話していたエロキメイキ。ここで打ち勝てるかどうかですよ。接近戦での打ち合い。気持ちで勝てるかエロキルーキ。クリス・ジョンもこのエロキルーキ、強さがあるのはパワー、そして気持ちの強さだ。そう試合前に話していました。いいですよ。あれを打つ。クリスジョンも苦しくなりましたよ。はい、安定王者クリスジョンがここまで打ち合い、そして足を止めての打ち合い、これほどの試合を見せることはありません。クリスジョン余裕ないですよ今。そのクリスジョンをここまでの試合に持ち込ませました。エノキルーキ、ワンツーワンツー、エノキルーキ。さあ残りの時間になってきている。クリスジョン攻撃を出していきたい。エノキルーキ、クリスジョンも苦しい。浜田さん、エノキは打たれても引きませんでした。これが今成功してますよね。この距離ですね、今までだったらクリスジョン下がるんですけどね、はい、今日は勝負してますからね。だからエノキの力を発揮できる状態はありますよな。エノキは第9ラウンドに入っても打ち続けました。さあ残す3つのラウンド全てを出し尽くせるか、エノキルーキ。第10ラウンドに入ります。さあ終盤戦、ワンツー打ち込んでいく。エノキルーキ第3ラウンド以降その左の目を離した。しかしそれでも前に出続ける。今見たところですね、ミノカショートアップ、エノキのミノパンチが出ました。さあプレッシャーをかける。プレッシャーをかけていくのはエノキルーキ。左を突きながら、左を突いてそしてプレッシャーをかけていく。左のボディ、今クリスジョンですね、疲れた状態で今足のアンバランスがありますからね、はい、中途半端で足を使うと良くないという考えもあるわけですよ、だから足を踏ん張って今持ってるんですね。なるほど。高橋さん、はい、クリスジョン陣営相当動揺していますね。そして明快なポイントを取れるパンチをとにかく打ってけ、ジャブでもいい、そういうシーンでした。クリスジョン、ここまで安定して防衛を重ねてきましたチャンピオン。その浜田さん、陣営としても少しその慌てる様子があるとというのはですね、はい、100% 勝つもんだと楽観視してましたよね、まさか今の状況との予想がなかったんですね。エノキのパンチ当たった。これでいて今の自分のこれから自分のボクシングをしてアウトボクシングした場合にポイントとしてどうなるかという不安もセコンド陣営ありますよね、はい、だからやっぱり打ってポイントを取れという指示も出ているわけですよね、はい、右から左、エノキにひろゆき、ナイスナイス、重いパンチを打ち込んでいきます。このチャンピオンのクリス・ジョンという選手は後半に入って余裕が出ると今それぞれのクリーキ、やっぱりですね、クリス・ジョンもポイント取らなきゃいけないというんでですね、打たれたら必ず打ち上げますからね。普通はですね、打たれたら一回距離を取る選手だったんですよね、はいはい、やっぱりポイントを取らなければいけないということで完全に正面の 勝負に来てますよね。今日は安全運転はしませんクリス・ジョン。それよりもエノキ・ヒロユキが王者に安全運転をさせません。右ナッパーはクリスジョン。さあ左から右、打ち合いになりました。クリスジョンはですね、慣れない自分のペースで、相手のペースでの打ち合いなんで、はい、やっぱり完全なボディ、自分のリズムは壊れましたね。ここまでチャンピオンが自分のボクシングをできてない試合、弓道の防衛を兼ねているチャンピオンがここで苦しんでいる。はあくまでも前に出る。打たれても、そして打たれてもガードを絞ってですね、もっと足を出せばいいんですね、はい、さあ接近戦になった。打たすんだったらアーミラパガードの上を打たせばいいんですから。エノキルーキの左の目は塞が見えなくなってきています。しかし右のセット、前に出てパンチを出そうというエノキルーキ。
クリスチョンです。去年1月に防衛して以来8ヶ月のブランクがありますクリスチョン。そのブランクを経ての今日の試合、序盤から榎木隆之のそのプレッシャーを受け続けてきました。さあ試合は残すところ2ラウンド、チャンピオンも苦しいラウンドを迎えています。さあ試合は第11ラウンドに入りました。まあ、榎木の場合はですね、最初から苦しむであろうというふうに予想しましたからね、はい、そういった面ではチャンピオンの方が余裕はないですよ、うん、まさかここまで、苦しむと思ってなかったですからね、はい、そしてまさかここまでチャンピオンが接近戦、そして打ち合いになるとは試合前は予想していませんでした。高橋さん、はい、挑戦者榎木サイドですが、先ほどのラウンド終わってもかなり活気づいてきました。チャンスが来ていると、ゾーンは疲れている、このラウンド仕留めてこいという指示が出ています。相手のコスプレ打っていく榎木隆之。この状況だとですね、クリスチョンはアウトボクシング決勝という気はもうなくなっているはずですからね、はい、もうポイントを取らなければいけないという気持ちになってますから、真っ向勝負できますからね。チャンピオンとしてもポイントが必要なんですね。そういうことですね。だからどういう再現になっているか分からないですからね、はい、チャンピオンもやっぱり今みたいに下がって、いなそうということはもう一切ないですよね、はい、打ってポイント取らなければいけないということですから、真っ向勝負、力勝負できますからね。上半身の動きをしていきますクリスチョンです。はいどうぞ。はい、クリスチョンサイドなんですが、もっと動けと、でこの調子でいい、もっと攻め込めという指示でした。とにかく攻め込むことがチャンピオンにも必要です。上下の動きを増やしながら打ち込んでいくクリスチョン。さあ陣営からもかなり激しくそのチャンピオンを鼓舞する声が飛んでいます。チャンピオン陣営のセコンドをずいぶん張り上げていますね。右、30秒第11ラウンド、残り2つのラウンド、しっかりこのラウンドを取っていきたい。このラウンド少しえのき手が足りないですよ。挑戦者のえのき隆起、世界タイトルを獲得するために12ラウンド最後、12ラウンド目は両方とも必ず頑張りますからね、はい、このラウンドをいくら取れるかですよ。しっかりとこのラウンドも取っていきたい。とにかく1ラウンド1ラウンド全て出て出て出続けたい、そう話した榎木隆起のボクシング、気持ちが出ています。残りは50秒、プレッシャーかける、先に手が伸びるのはクリスチョン。さあボディ打ち込んでいく榎木隆起、接近戦、両者とも苦しい時間になっています。この苦しいという言葉の通り、自分が苦しいとき相手も苦しいという、まさにその状況なんですね。死闘になりました。 WBA フェザー級タイトルマッチ、打っていくクリスチョン。チャンピオンも必死で打ち返します。堅実なボクシング、安定感のあるボクシングが上のクリスチョン。しかしそのクリスチョンは今日は自分のボクシングを捨てても打ち合いに挑んでいきます。プロデビューから10年、厳しい減量に一度もくじけなかった、苦しい試合も一度も諦めなかった、どんな相手にも一度も負けなかった、全てはこの試合のため。榎木隆起、無敗チャンピオン、安定チャンピオン、インドネシアの国民的英雄クリスチョンを下すことができるか。ラウンド試合は最終ラウンド、人生の半分以上を捧げてきたこのボクシング、その集大成がこのリング、最後の3分間を迎えました。榎木隆起です。ニーロック、世界戦ができなくて周りに不満を言う時期もあったと言います。しかしそれでも周りが支えてくれた、その支えてくれた人たちに感謝をしながら戦いたい、そう話していた榎木隆起。最終ラウンド、このラウンドも出ていきます。このラウンド大切になりますね。おそらくですね、1ポイントか2ポイントの差になるでしょうからね、はい、このラウンド取った方にこういうのあの勝ちがいくという感じはありますよね。接戦を制することができるか。榎木隆起、しっかりプレッシャーをかけ続けてここまでチャンピオンを本気にさせました。
これが10度目の防衛戦、42戦無敗というチャンピオンを本気にさせました、猪木隆起。そのチャンピオンも打ち返してくる。さあ残りは1分45秒、残り1分45秒、残り時間が少なくなってくる中で、これまでのボクシングの全てそれを出し切りたい猪木隆起です。29戦無敗、しかしそのレコードも全てはこの世界戦のため、その世界タイトルのために戦っていきます、猪木隆起です。もし猪木隆起がこの WBA フェザー級タイトル獲得ということになれば、実に西条正蔵君になった40年ぶりの快挙。いやークルジョンも苦しいですよ。その快挙、そして自身初のタイトル獲得に向けて